司会やってるあの副会長が、帰国に行っちゃってるから、あ、違う、あの俺に言わせると、俺とか自分に言わせると帰国なんですけど、あの宮崎県の方にちょっと出張で行ってます。本土離れると帰国ですよね。あの3時過ぎにいろいろみんなスケジュール入ってる人がなんかいるみたいで、本当は4時までやってもいいんだよ、いいかなとは思ったんですけども、ということでかなりあの氷と雨が降ってます。それでかなり流れてます。流れてるけども、皆さんのテクニックがあればあのスタックするようなことはないと思います。今日あのスタックしたらあのライセンス返上してください。ね、アリーテックワークスです。木原と言います。あと他にも3人ドライバーがいるんですけども、今ちょっと車、行ってます。前回優勝ということですが、前回の優勝の勝因は何だったんでしょうか。前回はですね、天気がすごく悪かったんで、皆さん、途中でトラブルたくさんあって、とてもラッキーで、勝てました。今回、もう天気、ね、あんまり良くないんで、結構その辺の運みたいなもんが結構今回は左右されるかなと思ってます。車の方の整備はバッチリですか。車は前回ね、優勝した車は前回でおしまいで、あの1ヶ月で非常に急いで作った車で、今回のレースが初めての車なんですよ。だから走ってみないと何とも分かんないんですけど、はい、頑張ります。それでも